2PM のメンバーで韓国俳優のオク・テギョンが2023年10月21日土曜日にジャカルタで開催されるファンミーティングイベントでバリスタを務める。テギョンはステージ上で直接コーヒーを入れます。2023OK テギョン in ジャカルタ、南ジャカルタのカサブランカホールでのスペシャルティ。プロモーターである KIG ライブはテギョンのファンミーティングイベントのコンセプトが肩をテーマにすることを明らかにした。2023年10月12日木曜日のプレスリリースによると、これまでの同様のイベントとはコンセプトが異なるとのこと。テギョンのファンミーティングはエンターテインメント、音楽、そして忘れられない思い出に満ちた夜になることを約束します。ファンミーティングに参加したコーンなファンはテギョンからコーヒーを入れる特別な機会を得た。プロモーターは今回のファンミーティングが興味深いパフォーマンスで思い出に残る経験になることを願っており、インタラクティブなセッションやファンがテギョンを知りより緊密に交流する機会、彼はインドネシア語でこんにちは、こんにちはと挨拶し、英語で続けました。彼はとても楽しかったので、ファンが後で彼のイベントに来てくれることへの希望を述べた。皆さんにお会いするためにSPECIALTY ファンミーティングのためにジャカルタに行きます。楽しいでしょう。素晴らしいでしょう。皆さんがそこに来てくれることを願っています。とテギョンは言いました。テギョンのファンミーティングチケットは3つのカテゴリーに分かれており、価格は100万ルピアから200万ルピアまでとなっている。カテゴリーごとに異なるメリットが得られます。チケット購入可能人数は登録された KTP ごとに4名までとなります。12歳未満のお子様はイベントエリアに入場できません。